5歳から11歳を対象にした新型コロナのワクチンについて県内でも各市や町で接種券の発送準備が進められています。このうち佐賀市では早ければ来月1日に、宮城町では5日に小児用ワクチンの接種が始まります。接種券は対象の子どもがいる家庭に各市や町から届けられます。 県内では宮崎町が今月16日に発送を始めたほか、佐賀市が明日発送予定です。その他の市や町も今月末から来月上旬を中心に接種券を発送する予定だということです。またほとんどの市や町が来月の接種開始を決めています。今日現在の予定では佐賀市は来月1日、宮崎町は5日、宅市が6日。 吉野狩町と有田町、喜山町が7日、武雄市と上峰町が12日、多良町が16日、広北町が17日などとなっています。一方、市や町によっては、小児用のワクチン接種に対応する医療機関と協議を続けるなどし、具体的な日程が決まっていないところもあるということです。